本文、ハロー YouTube、どうもマサウです。今回は全本チャレンジということで、全本を使って動画の撮影を行っています。そして今回ご紹介するのはこちら、エルパの3メートルの延長コードとなります。早速開封していきます。本体はこんな感じです。シンプルな延長コードで、差し込み口は一つだけとなっています。で、こちらは先端が折れ曲がらないタイプのコンセントになっています。その他特筆すべき点はないんですが、まあ、ただ単にコードを延長したいというときは、テーブルタップのようにソケットがたくさんついていないものの方が、邪魔にならず便利だったりするんで、こういうものの方がおすすめできます。今回は以上です。